竹のノコトネモ地区は、アジアの温暖湿潤地域に分布する竹の一種である。種名は冬に、母のために、冠中竹のノを掘り取った三国時代の呉の人物、妄想にちなむ。別名港南竹、ワセ岳、モウソ日本の竹類の中で最大で、高さ25メートルに達するものもある。葉の長さは4から8センチメートルで、竹の大きさの割には短い。 枝先に8枚ほどまでつき、裏面基部にはわずかに毛がある。春に紅葉して、新しい葉に入れ替わる。竹の幹は、成長を終えると、木と同様に太くなっていくことがない代わりに、枝が毎年枝分かれしながら、先へ伸びる。木での年輪の代わりにこの節数を数えるとその竹の年齢を判定できる。年を経ると缶の枝分かれ数が多くなり、葉が増えた結果、 かの頭が下がる。67年に一度花が咲くとされるが、このことを証明する記録は2回しか記されていない。中国江南地方原産で、日本では栽培により、北海道函館以南に広く分布する。801年、京都府長岡京市の平院寺、若松院の解散、道尾商人が塔から持ち帰った、また1228年に、総統州の開祖、 道元禅治が僧から持ち帰ったなど諸説あるが全国へ広まったのは薩摩藩による琉球王国経由の移入によってと考えられている。南平気候下によると原文元年3月に島津義樹が琉球財番として琉球行きを命じられた物頭野村勘兵衛義正に妄想地区を輸入するように命じ、勘兵は琉球滞在中に新より輸入し、 原文3年に帰国すると、吉高氏のいる、千岩園に妄想地区を献上したという。植栽された竹林は、戦後の里山管理の衰退に伴い、放置されていたり移出していたりして、生育域は拡大する傾向にある。竹の子は4月頃に地下茎から発芽する。この竹の子は大型で、肉厚で、柔らかく、えぐみが少ないため食用に供される。缶は、 物理性が劣るので繊細な細工物の素材としては、まだけに劣るが、牡蠣、ザルカゴ、すだれ、箸のほか、鉄製品やプラスチック製品が普及するまでは、建築材料、農業資材、漁業資材などとしても用いられてきた。このように手軽に使用できることから、各地で農家の裏や工作地の周辺などに植栽され、竹林として維持、管理されてきた。 戦後の蓄材需要の減少に加え、20世紀最末期になって以降は、中国産の安価のタケノコの輸入が増えて、市場価格が下落したため、日本国内の竹林は放任傾向にある。それによって引き起こされた妄想畜の多植生への侵入によって、紅葉樹の成長が阻害され故死することが判明している。さらに、他の樹種の影響を受けにくい杉でさえも妄想畜の 特性により成長が妨げられ、放置された杉林へも妄想地区がよく侵入して、群落を拡大している。放置された竹林は密になって荒れると同時に、周囲の放置されている里山や旧耕田などに広がる。中には、山の斜面全体が竹林と化した場所も見られるようになって、環境保全上の問題となっている。竹林内は落葉がたまることや、 やや薄暗いことから、植物症は、多様度が低く単調となり、貧しいが、その地域の常緑樹の中では、青木、日栄木、白菓子、茶の木、椿などが、よく共存している。また、倒れたカニや、切り株などの石棺の空気には、雨水が溜まりやすく、一筋島かや金原長シカのような、ヤブカ類の公的な発生源となるため、管理放棄された竹林に接近。 侵入すると、多大な中の被害を受けることになる。平成20年度税制改正において、法人税等の、減価償却資産の対応年数等に関する省令が改正され、別表第4、生物の対応年数表によれば、平成20年4月1日後開始する、事業年度にかかる妄想地区の法定対応年数は20年となった。ありがとうございます。